塚原監督、まず本日の総括をお願いいたします。はい、ありがとうございます。まあ、ここ数試合流れからの得点というところがうちの取れてないところでしたけども、前半10分やったと思うんですけど、まあ今シーズンの初めて出てきた横の純喜を起点にっていう流れはすごく良かったと思います。まあ純喜自体練習ですごくいいパフォーマンスだったんですけども、他の選手を僕は起用していて、でここ一番、準備してきたものが出たのじゃないかなと思います。ただその後、逆にやられてなかった守備のセットプレーでやられてしまって、ちょっと流れ悪くなりましたけども、先週の引き分けとは僕はちょっと違う意味ですごいポジティブな引き分けかなと思ってます。もちろん勝ちきれてないのはチーム全体では考えなあかんところですし、苦しいかなと思うところはすごくあるんですけども、今日はもう最後まで攻め続けて、ゴールを脅かしながら、まあ、取りきれなかったのは、まあ、運もあると思うんですけど、ポジティブな勝ち点1だと思います。以上です。まあ、今日の試合、その横野選手起用が当たったところが大きかったと思います。横野選手には試合に入るときにどういったことを役割として伝えましたでしょうか。そうですね、オフェンスではロングボールの起点になること、斜めから前半は流星、右の健吾からの斜めのくさびに入ること、守備ではやっぱり彼は前線から追えるのでしっかり体を張って追うことで、やっぱりメンタリティが彼は強いので、前から後ろを鼓舞できる選手だと思うので、そういった3つのところを、純喜に託しました。その横野選手、彼自身 そのゴールを取りたいっていう気持ちが久保選手の得点につながったと思います。あのプレーはどのように評価しますか。いや、もう入れたそのままの、純喜が出してほしい形が出たと思います。まあ、いい時間内の久保選手のゴール入って先制いい流れかなと思ったんですけども、やはり、まあ、そのセットプレーからの失点というところ、うん、改めてあの失点をどのように課題として捉えてますか。そうですね、やっぱり向こうの佐藤浩一だったり高さがある選手に対してうちが、今回はゾーンで組んでましたけど、まあ、そこの位置でのファールであったり、もっとこうタイトにマーキングするとか、まあ、それこそ綺麗に失点を止めれてることはできないと思うので、ちょっとこうなんていうかダーティーでもいいのでしっかり体寄せて止めるという、そういった個人の技術がもっとむき出しにというか、まあ、そういったところが出たら防げたのかなとは思います。あと、まあ、今日の天候が曇りかな雨かなって思ったのが、はい、想定外の好天で非常に暑さもあったかと思います。まあ、後半選手によってはちょっと疲れの見えてる選手もいたかなと思うんですけども、そのあたり含めて選手交代の流れどのように振り返りますか。はい、選手交代はもう試合始まる前から、まあ、それこそ今週の頭からもう点を取りに行く、最後まで攻め続けるっていうのが見に来てくれた方 もう目に見えて分かるような交代をしようと思っていたので、そういった意味ではまだもしかしたら健吾も流星も走れたかもしれないですけど、彼らは45分で出し切って次のやつにバトンを渡すっていうのはもう自分の中で決めてました。今日1対1の引き分け、3試合連続の引き分けになってます。改めて追加点を取るための課題いかがでしょうか。もう攻め続けることしかないと思います。で、まあこれ毎回言いますけども、うちの選手はもう全員がトレーニングから 100% でやってるの でそれが今出れてない選手もいますけども、もうそれも含めてもう一回トレーニングから全員でがむしゃらにやり続けることしかないと思うので、そうネガティブにならずポジティブに捉えて、取り続ける勝ち続けるというのを目指しながらやっていきたいと思います。それでは最後に今日も応援してくれたサポーター、またはインターネット等で見てくれているサポーター多くいらっしゃいます。サポーターのメッセージをお願いします。はい、本音で喋るとすごく苦しい6月で7月の始まりだと思いますけども、僕らはまだまだ上向いてやり続けるしかないですし、それをこう生で見てもらったり、リモートという形で見てもらったり、まあ、僕らもやり続けるしかないので、サポーターの皆様はサポーターの皆さんも苦しいと思うんですけども、一緒に応援していただけたらと思ってます。今後ともよろしくお願いします。